はいどうも、はい、楽しみしご飯の時間ですよ。コメント読みましょう。ぐちゃぐちゃの机でぐっちゃぐちゃのぐっちゃぐちゃのぐっちゃりんこ、えい、ぐっちゃぐちゃのぐっちゃぐちゃのぐっちゃりんこ、えいの机でコメント読み動画やりながら行きたいと思います。ありがとうございます。さあ行きましょう。めちゃめちゃ楽しみです。牛菜干しボンバーさんからいただいたやつ、今回は塊のやつだったんで焼いてみました。その前のやつはあのあれ脱げたらか、あの切ってあるやつ、切ってあるやつ、あれもしっかり美味しかったんです。めちゃめちゃ美味しかった。たまげた、びっくりしました。前田さんが作ったやつですね、確か。いただきます。あ、行きましょうか。はい、乾杯乾杯乾杯。今日ちょっと早いですよ。24、25時38分です。ちょっと早いです。いただきます。あーかーきゃー、あーまじ、いやーまじたまらんね。いや、電池がないがない。おい、どうなってんだよ、これ。充電しながらできたっけな。電池がないとかびっくりするわ。充電しながらできないはずよ。あ、出ちゃった。できるのか？あ、顔出ちゃった。できる可能性。顔出ちゃった。あ、そうか。顔出し OK か。そっか、顔隠してやってないな。いつも顔出してやってるな、そういえば。充電しながらできるかもしれん、これ。熱くなるかもしれんけど。さあ、行きましょう。これです。ボンバーさん、当然なし。ちょっと暗いね。すんげー美味しい。こんな感じなんだ。なんでつかない？ついたついた。ちょっと暗いからこうしよう。久しぶりにつけるな。なんかチカチカしてるな。寿命かおい。LED よ。なんでよ。あ、これでいいや。うん、もうちょっと、いって薄く切るようだね。ちょっと待ってくださいね。今承認しました。さあ行きましょう。さあ行きましょう。コメント選んで読んでるとか言われてるんですけど、そうじゃないですからね。これあの順番上から読んでるだけ。あの
美味しい。甘んとこ古い動画にも新しい動画にもコメントがどんどん来てる。それ順番コメントってどこで読んでるか。読んでないです。言いますよ、神崎さん、忠明さん、唐揚げ熱くてご飯熱くないのか。のり弁、チキンバスケット、ホットモット、覚えてない、何年前のこれ。うん、ないな。でも大体ご飯は大丈夫だね。こうして、うん、なんで発車するのに出てやったんだ、うん、大丈夫。唐揚げはこうやって持っても囲まれてるから中の方が熱い。そういうことです。ちょうどなし、もうちょっと薄く切った方がよかな。顎関節マックスさん、面白い名前だね。お腹すく、あ、だす、ある日の、あー、これか、今日これセットしたのか。ある日のってタイトルの動画にコメント届かないし、これ誰だっけな。ピンキーさん、トーマさん、アベグリルスさんかな、確かそのメンバーだったはず。出演あれだした。うん、強力歯応えか。うん、ほんとこれいいわ。最後しよう。もうちょい細く切った方がいいね。薄くだ、細くじゃない。いけ、行くかもな今日は。行け、やべえ今日本当に行くかもな。噛みすぎ。美味しいけど噛みすぎだ。ほとんど麺をほとんど噛まないで食べてるの美味しそうに見えますね。餅、卵3個、のりうまかっちゃん美味しそう。麺何個入れてるんでしょうか。多分これ麺に2個のやつだな。大量餅、うまかっちゃん、卵3個、のりの動画にコメント届かなし。お名前、読めない。読めないです、ごめんなさい。いって、冷やし中華、夏っぽくていいですね。サラダチキンもナイスタンパク質です。おもやしさん、冷やし中華山積みになってるにコメント通った話です。くっそ痩せてて驚いた、冷やし中華のやつにコメント通った話。これ誰だ、マッシュルームさん通った話。よし、飯田勝夫さん少々お待ちください。
これね、いちいちこれ開かないと名前が分からなくなってるから、ほんとこれね、ごめんなさい、すみません、失礼しました。うんうん、そういえば今日癖食いじゃ海岸の人たち日本人よりも上だったはず、面白かった。マッサージ30分無料って韓国語でも同じそうです。それも教えてもらいました。同じ意味だそうです。飯田勝夫さん、さっき読んだ気がするな。読んでないか。木島さん、先ほどはなかなかスパイシーでした。お疲れ様です。またお世話になります。よろしくどうぞ。とうとう話を出す。しまった。どの方が飯田勝夫かわからないけど、この先ほどってことはちょっとさっきってことか。3時間前のちょっとさっき、先ほど、3時間前が11時ってことは8時以降ぐらいか、8時ぐらいか。ってことはあの方が飯田勝夫か。その可能性あるな。到底話は出す。助かりました。うん、今日助かりました。いろんなことがあります、マジで。あー、美味しい。いやー、美味しい。これ竹村商店だっけな、もう前田さんが作ったやつか。これやばいです、本当に。イオナヤシトさん、当然話出す。ナビしゃ何喋ってるのか全然わかんねえよ。なんだこれ、贅沢公園弁当の動画にコメント。当然話出す。分かんなかった。聞き取れなかったのか、それとも方言だったのか。方言なわけねえか。ないよね。もうちょっと薄く切らんとダメだ。ゴリラ人間さん、とうとうなし。誰だよ、特製つけ麺の動画にコメント。誰だよって、中谷さんです。
キツネランコンさん、とうとかなし。やはり中山さん氏でしたね。一瞬で食べ終わりました。わっしょい、わっしょい、とうとかなし。みーすみさん、あ、お久しぶりです。何回も見てしまう、依存性がすごいです。登山し2パック唐揚げ、ホーナー弁当、車、登山し食べた。ホーナー弁当食べたい。お母さんに会いたい。お母さんに。エツザクラさん、とうとかなし。A、 A ね、かっこいい。たけしさん、中谷さんの動画によ。僕じゃないですよ。中谷んかよ。早送り。グミンジャーさん、どうぞ。マコさん、どうぞ。すごすぎ。ある日の動画。まさまささん、とうとかなし。ここまで来るとやけくそ。ちゃんと完食されたんかな。されてました。綺麗に食べてました。ありがとうございます。社長のチャンネルに声だけ出演、嬉しい。この日も楽しかった。あ、ピンキーさんだ。あ、ピンキーさん、とうとかなし。いやー、ピンキーさん、本当に本当にありがとうございます。大好きです。いつもいつも本当にありがとうございます。マジで。なんか食べようかな。なんかもうちょっと食べたいな。なんかもうちょっと食べたいね。なんかあったっけな。かじる系ないんだよな。缶詰はあるけど。一個だけこれあるから、これ一個だけ食べようかな。これ以上。ありがとうございます。いただいたやつ、北海道かけのだれスープカレー。うん、
おいしい、おいしい、これ最高、やっべこれおいしいわ。あー、おいしい。ピンキーさんマジ大丈夫なんです。本当にあの日ピンキーさんがいなかったらどうなってたか分かりません。マジ尊敬します。超かっこよかったです。男性女性年齢関係ない、やっぱできる人はできるんですよ。こういう人が仕事もバリバリやる人なんだなってのは本当わかる。マジでやばい人です。ピンキーさんやばいです。タコスケラーメンさん、どうだ話、特盛り2倍、生姜焼き唐揚げビー弁当、ひかまん知ってますか。知らない。でそれに対してコメントが、絶対に知りませんってコメントが入ってるの。なんだろう、ひかまりってなんだろう。すいません。ひかまにかっこ公式ではないほど、どういうこっちゃ。ヒカキン関連の動画を投稿するチャンネル、どういうこっちゃ。どういうこと。チャンネル名だよ。ちょっと待ってよ。知らないか、見てみよう。なんだこれ、どうすればいいんだ、どれが何かわからんわ。あ、わからんと。そんなチャンネルないの？うん？ヒカキンさんを素材にしたら全部ヒカマリなのか。どういうことか。難しい。
多分そうだな。すごいな、本当に人気者ってすごいね。人気者ってすげえ。あ、やべえ、温度上がってる。もうタカさん、尊かな試合です。ある日の動画に、これはレインボーさん、尊かなし。この辺りからの図、何言うてかよく聞いてなかった。冷やし中華山積みになってるやつの動画にコメント尊かなし。グミちゃんさん、やりすぎ。その下、これは千人になれなかった、なれなかった男さん、どうだなし。ということで、こうなってもう止まれそうなんでやめます。皆さん、いつもいつもコメント尊だなし、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。それでは。